皆さん、おはようございます。経営コンサルタントの、中野です。今日も、中野雄二の。暗号資産、投資教室を、始めていきたいと、思います。草子イン新聞、購読視聴規約、ここでね。この動画を一旦止めていただきまして。ここに記載されている第第、第1章から、第7第一十から、第七条を。 えー、一語一句読み飛ばさないでお読みください全て承諾できるという方のみ、えー、次この次ここのこの動画を見ることができます続きを見ることができますどこが一箇所でもね承諾できないという方はこの動画を見ることはできませんまた日本語が理解できない方よくわからない方は <laughs>、えーまあ、ね、えー、この動画を見ることはできませんので、えー、重々承知してくださいよそれでは行きましょう LINE に登録してくださいね令和元年6月17日月曜日暗号資産草子院中野研究会今日のね千葉県松戸市は先ほどね震度3の地震があって少々びっくりしましたがえー、何ら問題ありません、えー、青い空白い雲ですねただ風がちょっとね強いのでえー、街のね ゴミ,えー、ゴミとかホコリがね、えー、どこか飛んでいってですねすごい綺麗な街並みに早変わりしてます私はね昨日は名古屋の出張行って帰ってきたんですけどもね、えー、名古屋でもねたくさんの方が飲み会にお集まりいただきましたオフ会やりました、えー、仮想通貨の ICO 関係でねまた新しい、えー、有力な情報を聞きましたらとあとはメンソンリー からもね、いろいろな情報が寄せられましたので本当に楽しい名古屋の滞在を過ごしました。で今日は、ね、久しぶりにドル円とか想通貨のマーケット分析を行っていきたいと思います。今週は、ね、FOMC があるので、えー、楽しみですね。ドル円が久しぶりに大きく動きますね。どうやってみましょう まず MT4 なんですけども、ここ、今5分足ですが、えー、ここですね。ここ、えー、窓開けてね、一旦下がりましたけれども、また上上がってますね。はい、1分足。まあ、全く動かないって感じだね。ただ、まあ、先週の金曜日のね、えー、指標でちょっと良かったんで上行ったんですけども、ちょっと,ちょっとだけだけどね、これね。 うん、ちょっとだけ、まあ、37ピプスぐらいしか動いてないですけどね。さまあ、ピプスって何ってよく言われるんですけど、ピプスは1銭のことだね。ドル円だと1銭のことですね。ピプスはね。はい。それで、まあ、全体的にはですね、まあ、大きく下がってるよね。大きく下がってます。それで、 これ5年に一度のね、ペナントフラグがあって、まあ、あと、これブレイクすれば、上でも下でもね、ブレイクすれば、ガチをしてればいいよってことなんですが、まあ、アメリカのトランプ大統領はね、為替というよりはですね、まあ、為替は安、えー、ドル安の方にね、誘導すれば、融資産業は儲かるんでねアメリカ、トランプ大統領としては、 えー、ドル安に持っていきたいんだよね。安倍さんは円安に持っていきたいんだけど、まあトランプさんのアメリカの方が勝つからね、これ下行くよね、これ絶対ね。そうするとアメリカの経済はまたあの絶好調になるでしょ。そして、えー、株は上昇させたいんだよね。トランプ大統領はね。だから FOMC でね、えー、今週の指標発表でですね、FOMC あるんだよね。えー、いつだったかな FOMC は、えー、6月20日木曜日の朝3時だから、まあ、日本だったら6月19日水曜日の夜って感じかなまあ朝方なんだけど次の日のねこれ朝三時って起きてられないんだけど欲しいつつねこれいつもすごい,、まあ、ぜいつまあ前回動かなかったけど今回動くんじゃないかな今アメリカの方 国際金利って法的に2.50%なんだけど、まあ、2.25とかねちょっと微妙に落ちてくるかもしれないね、まあ、2.5の可能性が高いけどねそのままだったらあんまり動かないですけどトランプ大統領はこの FRB に対してねあの金利下げろ下げろっつって下げねえとお前首切るぞって言ってるんでちょっと2.25ぐらいになるかもしれないね2.0はいかないだろうね2.25 2.25ぐらいじゃないですかね。そしたらまあ株は爆上げ。えー、そしてドルは下げる。だからこれがドガーンと下行くんだけど、誰がどう見てももうこれ下行くってわかるよね、これね。誰がどう見たってね、下行くのね。これ下でしょって。もう今年の1月3日。 ですよね、もうそこね、ついちゃってるよね。これ、ブレイクして、ぐん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 下に、ぐんぐんぐるとで、下に行くと。誰がどう見ても、わかるよね、これね。まあ、この5年に一度のトレンドライン、ブレイクしちゃってるからね、これね。だから下でしょうね、これね。ただ、短期的にはまあ上行ったり下行ったりしますからね。上行ってから落ちる。上行ってから、上行ってから、これ、ヒゲだからね、上行ってから落ちてますでしょ。上 こういってちょっと落ちたけどでもう一回上行ってドーンと落ちるんだよね落ちるとき一回上いかないとねドーンと落ちないから n 字型を描くんだよねだからあしたかっつって今ねショートポジション入れて入れたところで一旦上いくのでねでこれであのロスカットされちゃうから上行ったなと思ったら、えー、ショートだねショートショート、えー、ショートナンピンでもいいですけどね いくってととこころろでで、まあ、それが fx の難しいところでね、まあ、もちろん、うん、そのレバレッジをかけないでね、まあ、現物のように現物のように買えば別にいくら買ったってあの弾けないからロスカットされないから現物買いにすればねあのいレバレッジ1倍で買えばさあのいくらになっちゃってあのドル円が1円になっちゃってたらもう大丈夫だから,だからあのロスカットされないからねだからまあ、あの50倍、えー 5倍とかね、10倍ぐらいで買えば別に何円上がってもね、どうせ下行くんだから、うん、まあ大体その、XM だったら888倍までかけられるから、大体まあ500倍とかでね、勝負かけちゃうから、みんなすぐ上行ったらロスカットされちゃうわけだからね、だからまあ、難品手法を用いながらですね、まあ、方向性を決めてやるかですね、やっぱり、ね、そういう時はね、まあそういえば大体大丈夫ですけどね。 まあここまで来てれば大丈夫ですけどね、もうね。まあ、ちょっと下のところで、えー、ショートポジション入れて、あとずーっと75円までガチホだと。ピヨーンってね、押すと億万長者になりますよ、誰でもね。はい、それで、えー、今日の月曜日はどうなのかと。 月曜日はですね、今日は9時半に1個しかないですね。ニューヨーク連銀の製造業景気指数6月分が星3つなのであんまり動かないかなと。長野研究会はまあ今日は9時からやりますんでね。a f o を皆さんで一緒にやりましょうね。9時から今日はライブやりますんで。明日はアメリカ住宅着工件数5月分が発表されるんで、これ動きますね。先月動いたんでちょっとね。火曜日ですね。明日水曜日はまあ、 ねって言ばねんだけど、ないって言えばないんだけど、てないんだけどまたね。でも水曜日の夜、木曜日の朝ですね、FRB の FOMC 政策金発表があるんで、まあ、これに向けてちょっと、水曜日の夜は IFOC 今度行くって感じかな、一晩ね。はい、ほんで、木曜日の夜が結構クライマックスで、新規出現保険申請件数とかがあってですね、フィラデルフィアとかあって、で、金曜日、 中古住宅販売件数か、欲しいでもか、まあ、大したことないですけど、動きたいねという感じですね。それで、まあ、僕はもう全然負けて、5月頭から全然負けてないんですけど、エフェクス。やってねえから、やった何もやってないからって。まああの先週は80円儲けましたね。今月は、今月の利益はとりあえず80円ね。はい、<laughs> 間違ってあのポジション取っちゃって、すぐ決済して、まあ、80円儲けたと。 まあ,あの、ほとんどの人はね、FX でマイナスになってですね、どんどん追加入金追加入金でやってると思いますが長野研究会はね、追加入金っていう言葉自体ないですから、はい、入金は最初の1回だけ追加入金っいうのはありえないなぜか増えていっちゃうからはい、大丈夫です追加入金っいうのはないですよあの、負けるときあるよそれはあるよそんなあの。一生勝ち続けるってことはそんなありえないんだからさ。ああ世の中 あの、勝つときもあれば、負けるときもあるけれども、数学のですね、確率統計論を用いた、まあ、期待値と控除率ですね。期待値・控除率を、えー、あのね、結構ね、あの、単純数学じゃないからね、単純確率統計論じゃないからね、この FX っていうのは、えー、複雑、複雑系ですからね、 えー、単純に期待値計算しても勝てないんですよ。それはその <laughs> 期待値計算の式が間違ってるから、考え方がね。だから複雑系計算を用いてやらなくちゃいけないから、えー、そうすると対数の法則を用いればね、必ず億万長者になるってことっていう式をね、導き出さないといけない。その式を導き出した 暁にですね、行動分数行動因数分解をしなければいけないわけですよね。それは何なのかっていうところを長野研究会ではいつもね、皆さんと議論し、あの、数学のね、頭頭がいい人たちでね、まあ、主に僕ですけど、議論してやってるっていう感じかな。はい、それとですね、えー、 このね、FX、トレーダーズウェブ FX さん、すごいですね。えー、こちらの方でですね <laughs>、えっと、これ見てみましょう。オーダーですね。ドル円オーダーですけど、今、108円50銭かな。53から55か。まあ、このレンジから抜け出してないんだよね。長すぎるね、レンジね。えー、それで、108円60になると売り超えるとストップロス買いと。ということで、 えー、ストップロスね、ショートのストップロスで巻き込んで上に行くと。で、108円50、あ108円10銭になると、えー、買いが入ってるんだけど割り込んでストップロスで下に行くということですね。で、ニューヨークのオプションは、ここら辺にあるよと。107円80から、70から80か。80えー、っと、で、108円70から80がニューヨークカットと。20日ね。 だからどうなのかなまあ、これ見ますと、まあ、どっちもいかないって感じだけど、どっちかというと、下がるんじゃないのこれ。うん、だから60になると売りが入ってるから、上いかないよね、これ。でも、108円10になると買いが入ってるから、8、108円10まで行いくんじゃないの ?40 ピップスぐらい落ちるんじゃないこれ。うーん、108円10つっても、すぐそこだもんね。 あ、ここか。ここか。うん、落ちるんだろうね、今日はね。今日はショート目線ですね、これ。ショート、あ、あちょっと待ってよ。今日は、でも中根、月曜はでも中根あるよね。月曜日は買いが入るんだよね。だから、10時までは上がるでしょ。10時までぐんぐんぐん、もう少し上がって、10時,10時半ぐらいになると、どーんと,と下がると。108円10銭まで下がると。 そんな感じですね。だから今まだ8時33分なんで、今からショート入れるとちょっと危険。だからこの上の方、ここら辺まで行ったら、えー、108円70銭ぐらいまで行くかな。70銭行くあ60銭だね。60銭。60銭ですね6。ちょっと上がったら10ピップスぐらい上がるかな。そしたらあとは、 1 7円10まで下がるという感じですかね。またこのレンジの中で動くだけですね。はい。それと、えー、っと、あとビットコインね。えー、昨日ですね、100万円超え。おめでとうございます、ビットコイン。イェーイバチ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 パチそれで、今いくらなってるかというと、98万2270円ということで、一息ついてるということですね、ビットコインね。一息一息つきすぎだろうと。 どんだけ下がったんだよと九96万。まあでも高いよね、やっぱね。はい、ちょっと一息、ちょっとわかんないけどね。ダブルトップでひょっとしたらこれから下がってきちゃうかもしれない。じゃあ、まあ、下がる要因がないんだよね、今ね。g m コインが日本で CM 始めたいるから、まあ、押しめだろうね。押しめで、買い、買い、追加買いのチャンスだね、ビットコインはね。えー、ネムも、 ああ上がってきてますね。どうしても夜はね、アメリカ人たちがね、売ったり買ったりするから、大きく下がるんだけど、また昼間になると上がってくるからね。うん、で、GMO コインとか、まあ、急いでね、日本国内の、あ、イーサリアムすごい上がってますね。うわ、やばいな、ね、これ。あの、い急いでね、GMO コインのテレビ CM 見て、国内口座開設した人たちが、 まあ,あれ2週間ぐらいかかるからね、口座解説するのにね。えー、いよいよですね、えー、口座解説 OK になって、んビッ,ビットバンク。えー、口座解説 OK になってね、お金振り込んで大金をね、500万、1000万のビットコインとかね、イーサリアムとか、リップとか買い増ししてきます。買い、買い,買い出ししてきますから、そこになったらもう恐ろしいほどの、 だいぶタイブレークが待ち構えてますからね。ほんと気をつけていただきたいと思いますよ。リップルも上がってきたね。40、46円。まあ46円89、あ、47円ですね。もう46円91銭。47円ですね。あーやばい、これ上がってる。リップル上がってる。リップルバックついてますね、ちょっとね。リップルバックつ、え、31円までいったんだこれね。5月10日ね。 うーん上がって、これ102円っていつだこれ。あ、去年の4月ね。ごめんごめん。あ、そうそう、ごめん。だからまあ、ここだよな、やっぱな。ビットコインの爆上げ。ちょっと遅れてやっぱ上げてきて。あ、これちょっと今回、1、2、3回目ブレイクするかもね、上にね。 だから、リップル買った方がいいんじゃないですかね。ビットコインで、かなり皆さんお金儲けましたから、それをそろそろ、え次何買えばいいのって話になってますからね。えー、じゃあ、ということで、リップル買おうぜって話になってますからね。でライトコインが今、一服してます。まあ、これまた上がるんでしょうけれどもね。まあ、ライトコインは匿名通貨にしようってなってるけど、まあ、それ分裂するんでしょ。ライトコインは。 特命ライトコインとあの実名ライトコインにね持ってて大丈夫だと思いますけどねモナコインが大きく下がりましたねただそうだな、うん、400円までいって、まあまあ、227円か半分ぐらいになっちゃったけどそうだな上場したからねまた上がるそうですねビットコインキャッシュは上がってますね はい、あとは、あそこですね <coughs>。こういうマーケットキャップ見て、ですねえ <coughs> <coughs> まあ、ちょっと様子見て、ですね時価総額はまあ30兆円を超えていると、30兆699億円ですよということで、まあ、順調に、えー、総額伸ばしているというところでございます。 そうですねそれであ、バイトムとかバイトコインとかすごい上がってますね。うーんやっぱリップルもすごい上がってきてると。あとリスク、モナコインですね。うーんあとデントコインね。あとね、みんながあの気にしてるノアコインなんですが、ノアコインはどうなったの、まあ、?0.05 円でね、今くすぶってますけれども。 これね、ノアコイン皆さんご存知だと思いますけれども、ノアコインはですね、えー、フィリピンで新しく <coughs>、フィリピンでね、新しくですね、あの開設されたですね、BTCEX ていう、BTCEX エクスチェンジっていうね、えあれ そこだっけここじゃねえだろ ?BTC、BT、え、どこだっけな、えー、?BTC、え、ちょっと待ってくださいね。のは、コイン。えー、BTC、新しくね、えー、口座開設しないとですね、 講座解説して送らないとですねノアコインなくなっちゃうんですよねノアコインがねなくなってしまうもんですから新しい取,取引所え,ー、えあ、B T BTCNEXT ですね BTCNEXT え NEXT ですね BTCNEXT、えー ちょっとこれは、あの、私のね、あの、動画解説欄にですね、ここですね、あの、講座解説、ちょっとリンク貼っておきますからね、えー、ここはノアコイン専用のですね、あの取引所なんですけども、まあ今、ビットコインキャッシュダッシュ、イーサリアム、ライトコイン、リップルなどがありますが、ここにですね、ノアコインを、 あ、ノアがありますね。イーサリアム建てのノアコインがあるんですけどもね。えー、これにノアコインをですね、あの、送らないとですね、あと、そうすね、ノアコインを送らないと、えー、今のノアコインは消滅することになりました。今のノアコインは消滅することになりましたので、ここをですね、講座解説していただいて、日本語ありますからね。 えー、で、えー、ログインしてですね、口座解説して、ここにメールアドレス、パスワード入れてですね、口、えー、座解説すると。で、ノアコインの送り方を後でやってみたいと思います。はい、あの、<laughs> で、えー、っと、ここのね、えー、btcnext.io ってこの、この取引所ですね、新しいフィリピンのノアコイン専用の取引所ですね。 ここは、えー、後でですね、あのー、動画の解説欄にリンク貼っておきますのと、あとは、あのー、お本日限り上場サービス費用が10%のなるほど。あとはですね、えー、あのー、ここの講座解説の方法とか、 えー、ノアコインの送り方。まあ、例えば、ヨービットから、ここのね、BTC ネクストのノアコインの送り方、まあ、を動画,動画解説します。動画解説します、あ。あの、僕はね、あの、マイイーサーウォレットとかは、なあは使ってないのでね、マイイーサーウォレットから、ここの BTC ネクストへノアコインを送る方法については動画解説し,しませんが、えー、ガスが必要だからね、イーサリアム。ガスってのはイーサリアムなんだけど、 イーサリアムが少し入ってないと、えぇ、ー、マ、まあ、イーサーオレットにね、あの送金できませんのでね、えー、まあ、手数料だよね。普通取引上の手数、送金手数料っていうのは、そのコインを少しもらうってことになってるんですよ。ノアコインを送金するんだったらノアコインの少しを、えー、手数料としてもらうってことになってるんだけど、マ、まあ、イーサーオレットに関してはノアコインを手数料もらうんじゃなくて、イーサリアムを手数料でもらうってことになってますから、 まああの他にもハードウェア俺ってなんかそうですからねだから、えー、そういうことになりますよはいということでね今日もドルウェマーケットそして仮想通貨投資ですね頑張って、えー、みんなで儲けていきたいと思いますあビットコイン上がってきそうだねなんかね上がってきそうですねビットコインねはいそれでは ドル円どうなんだドル円は下がるよ、これね。もみもみしてるけど下がるだろうな、ね、これね。上がんねえもんね、これね。上はね。下がるだけだね、これね。ちょっと、中身までは上がりますけど、少しね。で、ドーんで下がっていくんでしょうね。うん、そうだね。それでは、今日も一日頑張っていきましょう。千葉県松戸市より、トム・クルーズがお伝えいたしました。 また夜やります。失礼します。